エサ市長は、北海道檜山振興局中部にある、日本海に面した町、檜山振興局の所在地。エサ市追い分け発祥地、アイヌ語の頭が、浜についている所、所すなわち、岬を意味する、エサウシに由来するとされる。宗谷総合振興局のエサ市長と同じ語源である。このほか探検家の松浦武四郎は、 エサシウシに由来する説を示しているが、前者が自然な説とされている。エサシ町中心部周辺の空中写真。1976年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、面積109.57平方キロメートル。檜山管内中部に位置する。西部は日本海に面し、アッサブ川の河口を有する。東部は、 山岳地帯。奥尻島と結ぶフェリーが運行されている。町には、豊か部内側やアッサブ川が流れ、沖には、カモメ島が浮かぶ。豪雪地帯に指定されているが、沿岸を流れる津島海流の影響で、比較的温暖である。欠片の気候区分では、本州と同じ温暖湿潤気候に属するが、夏季は比較的冷涼である。しかし一方で、冬季は、 比較的温暖である。道内の中では、降水量が多いものの、冬季の気温が高いために、降雪量は多くない。真冬でも積雪が観測されないことも多い。函館市、正木町と並び、北海道で最も早く明けた地域の一つ。江戸時代は、西の魚場及び、北前船による日の木スナロなどの交易港で、江差市の5月は、 江戸にもないと言われるほど栄えた。正木藩の所領であるが、1868年後新戦争の際に旧幕府脱走軍の占領を受けた。その際、旧幕府海軍の主力艦である海洋丸が餌し置きで座礁沈没した。廃藩治県後、一時期青森県に属していたが、1872年に開拓市函館市長に遺憾、町役人を廃止。 古町役場を置いた。1882年、函館県に属し、1886年の県廃止後に北海道町に属し、1897年、檜山市町が置かれた。漁業不振や若年層の町外流出により人口は減少傾向にある。1997年には道内の市町所在地として初めて過疎地域の指定を受けた。 さらに市町所在地では、ただ一つ、道庁のある札幌市への直行交通機関がない。2005年度より、銀霊バスが札幌乙部江差市間で運行を行ったが、2006年度を最後に運行されていない。議会定数12カモメ島より、江差市町中心部を望む檜山振興局が入っている、北海道檜山合同庁舎町内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道の役も駅、新函館北斗駅、木古内駅などがある。廃止された、鉄道路線、編集かつて、北海道旅客鉄道エサ支線エサ市駅があったが、2014年5月12日に、廃止された。日山県エリアに属する、タクシー会社エサ市長郷土資料館エサ市、イニシエ街道エサ市の古い市街行政教育。 ありがとうございます。